はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は脇腹にできた謎の出来物の正体が判明いたしましたので、ご報告させていただきたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、以前、こんな感じで脇腹に謎の出来物が出現しましたっていう感じの動画をアップロードさせていただいたんですけど、出来物ができたので皮膚科さんに行ったんですよね、マッチの、そしたらこの病院では、この出来物が何なのかっていうのは判明できないっていうふうに言われてしまいまして、多分そのなんか老廃物とかが溜まってるとか、もしかしたら良性の腫瘍なんじゃないかってことは言えるけど、確定はできないんで、一応でかい病院に行った方がいいですよっていうふうに言われたんですよね。その出来物っていうのがこれなんですよね。ちょっと画像で伝わるか分かりづらいんですけど、これがその出来物、なんですけど、でかい病院じゃないと分からないということで紹介状を書いていただいたので、今日でかい病院に行ってきまして、この出来物が何なのかということが、判明いたしました。この出来物、何なのかと言いますと、簡単に言ってしまえば良性の腫瘍でした。なんかその粉瘤っていうのとか、あと視線脳腫っていうのとか、そういうのがあるらしいんですけど、ちょっと小さすぎてどっちかは判別できないらしいんですけど、とにかく良性の腫瘍なんで、別にほっといても大丈夫みたいな。一応エコー検査っていうのもしてもらったんですけど、これはほぼ間違いなく良性の腫瘍だろうということでしたので、ちょっとなんかね、邪魔だったら取ってもいいんじゃないかってことだったんですけど、このデカさだったら取らなくてもいいよと言われて、取るとなったら手術じゃないですけど、麻酔をして切開してっていう感じらしいので、そこまでして取ることはないかなみたいな。邪魔だったら取ればいいって感じだったんで、そんな邪魔じゃないかなみたいな、ない方がいいんですけど、そこまで邪魔じゃないかなって感じなんで、ほっとこうかなと思います。ただですね、この良性の腫瘍がなんかこんぐらいまででかくなる可能性はあるらしいんで、そうなってきたらもうさすがに邪魔だと思うんで、もしでかくなり始めたりしたら、ちょっと切除考えてみようかなと思います。ということでね、こういう出来物とかできたらちょっと怖いな不安だなって思ってらっしゃる方、動画見てっていらっしゃるかももしかしたら知れないんですけど、その場合はですね、一応病院で見てもらって、今回これは良性の腫瘍でしたけど、もしかしたら悪性の腫瘍で、なんかでかい病気の初期症状とか、そういうこともありえますんで、ただ初期で見つければ多分きっと治ったりするとか、で、それほっといたら逆に医療費がすごいかさんでしまったりとか、助かる命が助からなかったりとか、そういうこともすると思いますので、なんか変なものがあったなって思ったら、一応病院に行くことをお勧めさせていただきますということでですね、治療費も1920円、2000円いかないぐらいだったので、それぐらいで検査とかもできますんで、なんかおかしいなって思ったら病院に行っていただきたいなと思います。個人的にこれからもう夏が始まって、 YouTube、エンタメ系の YouTube としていっぱい頑張っていかなくちゃいけないって中で、これが大したことないものだったっていうのが分かって、一つ安心して、もうこれからね、普段やってる労働集約制の奴隷労働もそうなんですけど、それもね、作業的にはめちゃくちゃ楽しくやってるんで、それにも全力で取り組んで、 YouTube にも全力で取り組んで、で、人生を充実させて、このチャンネルを充実させて、皆様にね、少しでも楽しいコンテンツをお送りすることによって、皆様にも、楽しい気持ちになっていただけるような YouTube 運営を心がけていきたいなと、頑張っていきたいなと思いますので、興味のある方は、チャンネル登録などしていただけると、幸いでございますということでですね、本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様また会いましょう。